Hey everyone, おはようございます。おとといこんな質問が Twitter に来ました。カネキンさん、アメリカのサイトでクレアチンとアンドロンステジオンはがんを高めるって最近発表ありましたけど大丈夫？で、僕はその方に、じゃあその読んだ記事の、リンク、くださいと言ったら、リンクがわからないからこちらアクセスしてください。オムスキーファイト格闘サンデー。このオムスキーファイト格闘サンデーは、日本のサイトで、ブログで、主に格闘技の、ニュースをアップデートしているサイトだと思います。で、そのオムスキー格闘サンデーというブログに飛んだら、結構怖いことが書かれてますね。MMA ファイターの間で人気あるサプリメント成分であるクレアチンやアンドロステンジオン、に、金玉のがんやリスクを 300% も高める可能性があるっていうね、調べがこの British Journal of Cancer に、載せられたって書いてあるんですけど、で、その元の記事が書かれたリンクに飛んでいったら、でかく題名に Popular Legal Supplements May Double the Risk of Testicular Cancer、法的に OK とされているサプリメントが、がんの可能性を、がんじゃなくて、金玉っていいのかな、金玉ががんになるリスクを2倍に高める書かれてますね。あらかじめ言っておきたいんですけど、僕は医者でもないし、生理学者でも何でもないです。ただインターネットとかでそういう本とかを、たくさん読んでる、それだけです。だから皆さんも何か疑問に思ったりしたら、本当に自分から調べることを本当にお勧めします。で、まず僕はこの題名を読んだ瞬間に、ああちょっとこの記事の書き方ずるいなとちょっと思いました。っていうのは、アンドロステジオンとクレアチンは全く別のものです。まずアンドロンステジオンは違法です。完全にアナボリックのステロイドです。だからこうやって題名に人気のある法律で OK とされているサプリメントがとかって書くとずるいと思います。アンドロンステジオンはもう何年も前から、2004年ぐらいからもう違法、完全にもう違法とされてます。それがアナボリックステロイド、そのテストステロンの、そのシンセティックな男性ホルモン、テストステロンのレベルを、上げる効果があると見られて、違法とされました。で、そのことに関しても、その記事の、書いた人が後で謝ってます。記事の最後に修正となってて、この記事では最初はこのアンドロンステジオンは法律上 OK でどこでも買えますってね書いてましたけど、それは本当ではありませんでした。この誤りには大変申し訳ないですってね、誤ってます。だから最初からこの記事ちょっとガタガタなんですよ。でも続きましょう。で、この記事は英語で書かれてるから、ちょっと簡単に訳すると、869人の男性にこの実験を行ったんですけど、その中の356人はもうすでに精巣のがんにかかっている人で、513人は、かかってない人で、その男性たちにこの実験を行ったところ、たくさんのサプリメントを使うことは、精巣がんのリスクを高めることに、関連するという、結果が出ましたと書かれています。で、そのサプリメントを使ってた人たちが 65% リスクが高まった、金玉がになるリスクが高まったって書かれてて、そしてサプリメントを、1つのサプリメント以上、いろんなサプリメントを使った方たちは 177% の、リスクが上がりました。そして、で、26歳前に使ってた方たちも 121% の、リスクが、その金玉がんのリスクが上がりました。でね、こうやっていろんな数値が出てるんですけど、こういう実験を見るときいろんなことが疑問に思いますね。例えば、まず題名にはクレアチンなどなどとなってましたけど、この実験ではクレアチンを使ってこうなりましたとはなってないですよね。いろんなサプリメントを使って、こうなりましたってなってますね。で、サプリメントの中にもたくさんありますよね。プロテインでも BCAA でもグルタミンとかでも、クレアチンとかも、腐るほどいろんなサプリメントあります。で、この中の男性たちが一体どんな人生を歩んでるかとかも全然、この記事に含まれてないですよね。例えばその男性たちが一体何を食べてるかとかね、体にいいものばっかり食べてるのか、それかプロセスされたものばっかり食べてるのか、で、この男性たちが筋トレ歴があるかとか、何もそういうことが書かれてないです。だから本当に大雑把な感じでこうやってバーンって書かれちゃってるんですけど、例えばね、このいろんなサプリメントを取ると、このがんのリスクがこれだけ高まりますよってなってるんですけど、実際には、プロセスされた食べ物とか体に悪い食べ物を食べた方が、がんのリスクが上がっちゃったりもしますよね。例えばファストフード、マクドナルドのそういうポテトフライとか、そういうプロセスされたそういう肉が入っているソーセージとかハンバーグとか、そういうものを食べた方ががんのリスクは高いんですよ。だからその方たちが一体何を食べてたかとかね、どんな生活してたかとかもちょっと知りたいです。他の記事で読んだんですけど、実際にこうやっていろんな体に悪いものを食べて体ががんになる可能性が、アメリカでは男性2人に1人がなるチャンスがあります。女性は3人に1人と書かれてました。これはサプリメントと関係なく、ただ体に悪いものを食べたら
まあそのまあ、どこか何らかのがんにかかる可能性が非常に高くなります。じゃあいろんなサプリメントを取ることによって、まあ、かかってしまう金玉のがん、なんていうか、まあ、精巣がんっていうの、まあ、精巣がんのリスクを見てみましょう。ジャンクフードとかたくさん食べてがんにかかるリスクに比べて、このサプリメントのリスク、サプリメントをたくさん取ることによって、あの 177% 精巣がんにかかるリスクがかかるといっても、ここに記事に書かれています。まあ177% 精巣がんにかかるリスクがあるといっても、それほどかかる可能性は大きくありませんと書かれています。なぜかというと、 今現在精巣がんにかかる可能性を持っている人たちは、10万人に 5.9 人です、ね、だからサプリメントとかたくさん使って、それがあの 177% リスクが高まったとしても、10万人に 16.3 人です。だから簡単に言うと、まあ、サプリメントをたくさん取って、その精巣がんのリスクが 177% 上がったとしても、皆さんが精巣がんになる可能性が、まあ、その人生の中で、まあ、1% 以下になります。 1% 以下ですよ。でやっぱりこの記事の後の方で書かれてますけど、あのやっぱりね、あの年や、まあ、人種やライフスタイル、習慣もあの全部あの考えた上でこの実験をやりたいと言っても、まあ、そこまであの実験することは、まあ、できませんでしたと書かれてますね。だからこういうことによって、まあ、パブリッシングバイアス、ちょっとね、まあ、全体を見た、まあ、ちゃんとした実験とは言えませんってなってますね。だから結局この同じ実験をまたやったら全然違う結果が、まあ、出ますということです。だからこの記事を、まあ、完全なる、まあ、完璧なインフォメーションと考えないで、まあ、ちょっと興味深いなという程度で、考えてくださいと、まあ、書かれてます。最後に、まあ、ちょっと話が長くなりましたけど、結局この記事は、まあ、いろんな人が読んでくれるように題名とかうまく書いたんだと思います。まずそのアンドロステジオンと、まあ、クレアチンを同じこの身近にあるサプリメントに、一緒にするのがまずおかしいと思います。全く別のものです。アンドロステジオンは違法です。完全にアナボリックのステロイドです。使っちゃいけません。まあ、この記事の題名がアンドロステジオンが、まあ、がんのリスクを高めるって書いてあったら、みんな読んで、これ何これ、アンドロステジオン何これ、分かんない、あ、飛ばすってなっちゃうけど、その中に、まあ、クレアチンとか、まあ、プロテインとかって入れると、みんな、おお、本当クレアチン取るとがんになるのと思ってバーって読んじゃうでしょ。だからね、ちょっと書き方がちょっとずるいです。で、結局この記事の中に書かれたその実験はあんまり当てにできないです。でもまあ結局、まあ、いろんなサプリメント、まあ、クレアチンだけじゃないですよね。まあ最初はあのクレアチンを使うと、まあ、その精巣がんになっちゃう、まあ、リスクがすごい高まるって、ね、思いがちなんですけど、結局この実験では、まあ、いろんなサプリメントを使った男性たちへの実験でしたよね。で、もちろんそのいろんなサプリメントは何だったかも書かれてませんよね。だからね、もちろん、ね、いろんなものをバババって適当に使っちゃえば、まあ、がんのリスクは必ず、何やってもがんのリスクは高まりますよ。ね、毎日マック食べてる人とかね、カップラーメン食べてる人とか、もう毎日そのコンビニの食べ物を食べてる人とかはね、まあ、がんのリスクはめちゃくちゃ高まりますよね。で、結局記事の最後まで読めば、まあ、そのがんのリスクが、精巣がんのリスクが 177% 上がったとしても、まだそのがんにかかるリスクは非常に低いということが分かりましたよね。まあ、10万人に16人ぐらいです。だから僕たちみんなが、まあ、いろんなサプリメントをバーってガブ飲みとかしても、その精巣がんにかかるリスクが、まあ、人生の中で、まあ、1% 以下という結果です。でももちろん神経質な方とかね、絶対に気をつけたいとかと思う人たちは、まあ、サプリメントを、まあ、取らなければいいと思います。で、最後にもう一度言いますけど、僕は医者でも、まあ、生理学者でも何でもありません。ね、皆さんもね、こうやっていろんな記事を読んで自分たちで勉強して、まあ、自分たちで決断することをお勧めします。で、いろんなところを調べて、まだちょっと疑問に思う方たちは、まあ、医者などに相談することをお勧めします。あら、ちょっと真面目な話になってしまいましたけど、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。My name is Shun. You've been watching キンキンでも行く前に。